ここで、この委員会の席でもですね、その記者会見の中身について、何点かちょっと確認をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。先ほど本会議場でも出た質問ですけれども、この0時という時間にですね、場所は環境省だったようですが、緊急記者会見をされたと。時間も場所も、私はちょっと常識を外しているように思うんですが、時間については、先ほどのご答弁で、要するに とにかく急いでたんだと、たまたま0時になってしまったんだというお話でしたが、この場所ですね、大臣の、政治家としてのその政治資金のいろんな問題を説明する記者会見を、この環境省という役所で、開かれたと。ちょっと私はやっぱり違和感があるんです。やはり、これはホテルでもよかろう、いいでしょうけども、宿舎とか議員会館とかですね、そういった施設で、やるべきではなかったのかなというふうに思うんですが、なぜ環境省になったんでしょうか。望月環境大臣。まずこれはマスコミの皆さんにお詫びしなきゃならないのは、一応先ほど話をその本会議の方でも話させていただきましたが、午前0時ということになって、皆さんお仕事でお忙しいし、お疲れのところ大変申し訳ないなということで会見をさせていただきました。我々もこのいろいろですね、マスコミの皆さんからこういうことはないんですかというようなさまざまなご質問を受けておりまして、なるべく早く調査をして、こういったものをですね、皆さんに公表したいということを言っておりましたので、大体私たちのところで精査してこういう形になったんだなと。ですからマスコミの皆さん全員の皆さんにお集まりいただいていうことがいいのではないかな、一とこ二とこの方たちにですね話をするのではなくて、これ一日も早く皆さんにですね、私の政治資金の問題、政治団体の問題でございますので、お話をした方がいいなという形で、これを発表させていただくことになりました。そして時間的には実は8時でも9時でも10時でもいいと思ったんですが、大体まとめてそういう時間になって、お願いをしたら、マスコミの皆さんの方から実は2時間ルールというのがあって、私もまだ大臣になって浅いもんですから、それはよく分からなかったんですけれども、すぐに始めさせていただきたいということにしましたら、これはカメラとかそういう機材をいろいろ搬入したり、さまざまなことがあるので、これは2時間以上の時間を取っていただきたいと。我々の方は早くしていただくのは結構ですから、それは結構ですけども、早くしていただいても結構ですと、そういう申し入れをしておきました。そしてそういう形になると大体12時頃かなというようなことで、じゃあお集まりになったところで始めますというような形で、時間がそういうような形になってしまってですね、我々もそこら辺は大変申し訳ないな、そういう時間になってということで、ございます。それからいろいろ話を聞いてみると、非常にたくさんのマスコミの皆さんがお集まりになるようだと、こういう形の中でそれだけの皆さんがですね、ぶら下がりだとかそういうことにもいきませんし、議員会館の中ではとても入りきれない、物理的なことを考えると、これは環境省の記者クラブの場所で皆さんにお集まりいただいて、その機材をいつものですね記者会見をするような形でやっていただければ、一番そのやりやすいのではないかなということで、その場所で開かさせていただいたということが事実でございます。委員長、吉田泉君。次に参ります。最初のこの記者会見の最初の部分でですね、大臣の方からご説明があったわけですが、いろいろそのマスコミの指摘が、質問があって、事務所で精査をしたところ、後援会の収支報告の一部に、事実と異なる記載があったと、それをご報告したいという大臣の文言がございます、コメントがございます。事実と異なる記載ということですから、端的に言えば虚偽の記載と、事実と異なる記載ですからね、そういうふうに受け取っていいんじゃなかろうかと思うんですが、一方で、大臣が言っておられるのはですね、その法令上
違反しているとは思っていないんだということも言っておられます。なぜこの誤った記載をしたということがこの政治資金規正法のこの12条でしたかな12条に違反してないのか、そこがよく分かりません。望月環境大臣。この記載についてはミスがあったということで、我々はこれをですね、記載ミスを訂正したいと、まあ、そういうことで、ございます。それでこれについては実は県の選管の県のですね、選管の方にこの記載ミスを直させていただきたいというお話をさせていただきました。そうしましたら県の方ではすでに5年経ってですね、もうこれは3年以上のものはそれが残らないというような形でございまして、そういう形でそのミスをですね変えることができなかったと、そういうようなことで、まあ、これは結局は不可能という形になりますので、我々としては申し込んでこの記載ミスをすぐに直させていただきたいということが、これが実質的にはできなかったと、まあ、そういうことでございます。委員長、吉田泉君。事実と異なる記載もしくは記載ミス、いずれにしても虚偽の記載になってしまったから訂正をされようとしたのではないんでしょうか。虚偽の記載という認識はどうして大臣に ないんでしょうか。望月環境大臣。このですね、事実と異なる記載がなされていたということでございますけれども、これについては私は大変遺憾であったとこのようには思っております。しかしそれと現在の関係政治団体では適正に収支報告がされておりますが、当時のことを考えると実は私の家内が実質的に会計を担っておりまして、まあ、私の事務の者たちがそれを手伝っていたというような形で、そういう中で実は報告をさせていただいておりました。そしてその報告にですね、記載ミスがあったということで、まあ、我々としてはすぐに県の方に先ほど申し上げましたように、その訂正を申し入れました。しかし詳細を私の家内が作っておったものですから、そういったことで私としては献身的な私をもう35年以上ずっとですね支えてきてくれて、そして旧姓をちょうどその年に、私が選挙が負けて矢に下っていた年に、亡くなりまして、そしてその時に私たちの事務所のほとんどの人を解雇したということもございました。それで私の家内が後援会のお金を後援会のために使っていてくれたというような形の中でありましたが、実際にはそこに記載ミスがあったということで、そのことについて今家内にそれは一体どういうふうだということが聞けることができないというのが実際でございまして、少なくともしかしそういう記載ミスがあったとすれば私としては遺憾に感じるところでございまして、県の方に、そういうような記載ミスをですね申し入れたと、そういうことでございます。委員長、吉田泉君。大臣、その記載ミスとおっしゃいますけれども、この同じ記者会見の中でですね、当時この種の支出、つまりその合宿交換会とか新年会に関する支出というのが社会的に批判されていたこともあり、そのまま計上することを妻がはばかったという認識を大臣示されておられます。はばかったということは意図的にこの収入を載せなかった、もしくは意図的に
この支出を載せてしまった、何かこう意図的なところがあったという理解でよろしいでしょうか。望月環境大臣。今先生おっしゃったように収支報告書に事実と異なる記載があったことは事務所の調査で分かりました。しかしそれ以上の調査は経理をしていた家内が他界したため事実関係が確認できない、そういうことでございまして、私はご質問の法令違反の成否についてはよく分からないというのが事実でございます。吉田泉君。法令違反の是非についてはよくわからないという今お話だったですよね。もう一つ確認ですけども、この、講演会が本来払ってない、本来ならばその実行委員会の方で、受け払いをしているお金を講演会のお金として計上してしまったわけですよね。これが合宿交換会とかゴルフ場その4年分で742万円という合計額になります。そうしますとですね、この私が聞きたいのは後援会の毎年の繰越残高です。このしばらく前の4年間で742万円後援会が支出してないにもかかわらず支出してしまったと帳簿上はですね、報告書上は書いたということは、実際のお金と帳簿のお金、報告書の繰越残高がですね、742万円だけ、帳簿の方が低いんじゃないでしょうか。しかし、これは事実と違うわけですから、その4年間の後の、年度にですね、ずっとその後も、この虚偽記載が、残高が間違っているという意味での虚偽記載が続いていると。いうふうにも考えられるんですが、いかがでしょうか。望月環境大臣。その平成20年、21年、この時の講演会、今のお菓子交換会の問題でございますけれども、その後、先ほど申しましたように、私の妻が急逝いたしました。本当に私亡くなったときに女性の力ってすごいなと思ったのは、私通帳もハンコもどこにあるか全然わからないというような状況で、しばらく全く銀行からもお金が下ろせないというような大変なことで、そういったものもすべて私の家内がやっていてくれたのかやってくれたという事実がございます。それでその後ですね、私が選挙を落選をして、そしてその間も家内はずっと支えていてくれたんです。そしてその後急逝をいたしました。それが12月の30日に亡くなりまして、正月に私は葬式をやったわけでございますが、そしてそういう中で私のところの元の従業員もほとんど辞めていただくというような形になりまして、その後私が復活当選をして、その間に私の家内が亡くなりましたけれども、それから後は新しい人間がこれをすべて計量して、こちらの方ではそういう状況はないことは確認をしております。しかしながらしっかり気をつけるようにという形で指導は今回しております。それでその時のことでございますので、私の家内がそういうような形の中で、支出が一体どうなったかということを、聞くわけにはいきませんけれども、その手伝いをしていたというような従業員等にですね、話を聞いたところ、実質的には講演会の活動費として実は会費だとか、それからまた会合費、そういったものは講演会の活動としては使えるわけでありますけれども、そういったことが20年21年の会計の中には、21年ですか、分かっているのは21年はそれがですね、計上されていないということでございました。ですからその当時ですね、社会的にそういう国会議員がそういうような介護費とかそういうものに領収を出すのはいかがなもんかなということを多分おもんばかって、
ちょうどその合宿交換会の付け替えをしてそこで一括してあげてしまったというような金額とほぼ一致するものですから、実際にはそのですね、ちゃんとその使った領収書を一つ一つあげれば問題はなかったと思うんですけれども、そこに一括してあげてしまったということで、はないかなということが我々が調べた結果でございます。しかし実際のところは今さらその家内にですね、どうしてこういうことになったんだということを聞くことができないので実際には分かりませんけれども、どうも調べてみるとそういうことだったんだなということで、これはやはりですね、ミスであったということで私は選管の方にその申し入れをして、これをたというような形でございます。吉田泉君、ちょっと繰り越し残高の件で質問をしたつもりだったんですが、次の論点に行きたいと思いますが、大臣はですね、この合宿交換会というのは実行委員会でやってるんだと、したがって、収支報告の義務はないんだということを盛んに言っておられるんですよね。それでちょっと確認ですけども、この実行委員会の名称ですね、ごめんなさい、この合宿交換会の正式な名称、そして、主催者はどなたなんでしょうか。望月環境大臣。この名称はですね、望月義雄後援会、新進合宿交換会というような名前をこの実行委員会が使ってやっております。そしてこれはどうしてこういうことの名前が出るかといいますと、これは講演会以外の人の参加を多く見込まれるような会は参加者から徴収した参加費で支出を賄うことになっております。この会はですね、だいたい1800人から2000人近い方なんですけれども、そして2000円の会費をいただいて、実行委員会に聞くとトントンでやっているからというような話は聞いております。それでこの望月義雄後援会新春合宿交換会とされておりますけれども、合宿交換会の性格上、講演会以外のものが多く見込まれるというような形になっております。ですから参加者から徴収した参加費で支出を賄っているから、いることから有志による実行委員会が開催者となっております。これについてですね、その形をどうして取ったんだという話がございますが、講演会以外の方が多く参加する参加費を負担する会の収支を講演会に計上することは講演会設立の目的外と指摘される可能性がありますので、こうした議員を避けるためには実行委員会で行うこととしていると承知をしております。いずれにしてもですね、こういうような形、名称については実行委員会で決めていたものでありますけれども、今後講演会の事業と誤解を受けないように実行委員会の方にですね、注意を喚起したいと、このように思っております。委員長、吉田泉君。望月講演会合宿講演会というその名称だと、そしてその主催者についてはですね、これ記者会見の時の大臣のコメントですけれども、どのような人たちが主催したんでしょうかという質問に対して、講演会の方ももちろん重なっている部分もあると思いますということをおっしゃってますよね。今日は総務省に来ていただいていると思いますので、ここでちょっとその確認ですが、ひょっとしたらですね、この合宿講演会、その実行委員会でやっているとおっしゃいますけれども、実態は講演会でやっていた可能性 もあると、私、断定はできませんが、可能性はあるんじゃないかというふうに思います。実行委員会ですと、収支報告の義務はないですけれども、講演会なら政治団体としての報告義務があると。実態はそうにもかかわらず、実行委員会だと称してですね、政治資金報告をしないというのは、ある意味じゃ、この法の趣旨を逸脱する、脱法的なことにつながるかなと思うんですが、この実行委員会形式でいろんな講演会の事業をやるということに関して、この総務省の方の見解はいかがでしょうか。総務省、時澤大臣官房審議官。
お尋ねの合宿交換会実行委員会あるいは講演会についての実態に関する判断を含めまして、個別の事案につきましては具体の事実に即して判断されるべきものと承知しておりまして、総務省としては自主的な調査権を有しておりませんので、具体の事実関係を承知する立場にはございません。従いまして、あくまでも一般論として申し上げますと、政治団体、政治資金規正法におきましては、政治団体の会計責任者は毎年12月31日現在で、その政治団体にかかるその年のすべての収入、支出、資産の状況等を記載した収支報告を作成し、都道府県の選挙管理委員会または総務大臣に提出しなければならないとされているところでございます。吉田泉君。私はですね、その実行委員会形式で、形だけ整えれば収支報告しなくていいんだということが認められるとなるとですね、これほとんど法律で規制する、政治資金を規制する、意味がなくなってしまうと。あくまで法律上は、その表面上は実行委員会でやったとしてもですね、これはきちんとその政治団体の報告の中に入れるべきだと、そういう何かその法律解釈をした方がいいんじゃないかなと思いますが、もう一つ別な点を伺います。先ほどから亡くなった奥様のお話が出ておられます。この方が、事務所の実態、事務所の、この実質的な経理を担当されてたということでありますけれども、形上はですね、奥様はどういう立場だったんでしょうか。望月環境大臣。形はですね、もちろん経理をさまざま実質的にやっていたということでございます。そのことについては事務のさまざまな皆さんとですね、お話を聞いたりして、そして、私の家内が実質的に、それをですね、やっていたということでございます。委員長。吉田泉君。実質的にやってられたということは、形式上はですね、形式上は別な方が後援会の会計責任者になっておられて、そして収支報告書に判子をしたということだと思います。ただ今のお話ですと、実質は奥様だと。となると、その形式上の責任者はですね、単にこう名義借りといいますか、名義貸しといいますか、そういうことになるのではないかというふうにも思われます。その方のハンコでこの報告書を出すということは、これはやはりその法律違反の可能性があるんじゃないかと思うんですが、その点はいかがでしょうか。望月環境大臣。実質的といいますか、実務は、経理の実務は家内がやっておりました。会計責任についてはですね、責任者の方、収支報告を確認した上で、判子を押していただいているということになっております。ですから、そういうことで非常にですね、実質的には見ておりますが、今回のことを事態を重く受け止め、昨日辞任すると、そういうような責任を取るといいますか、そういう形の中で辞任をさせていただくと、そういったものは見ておりましたけれども、そういうような道義的な責任を感じて、辞任するとの申し出がなされておるところでございます。吉田泉君。私はそのしばらく前の時代に奥様がご存命で実質的な会計責任者でやっておられて、そして別な方が名前だけその後援会の会計責任者としての、名義貸しを知ったんじゃなかろうかという質問でございます。いろいろ今お尋ねしましたが、結局私はこの政治資金規正法のやっぱりミス記載と大臣はおっしゃいます、誤った記載とおっしゃいますが、その法律に触れる記載をしてしまったというふうに思います。その罰則がですね、この第25条で決まっておりまして、これは、5年以下の禁錮、100万円以下の罰金と、こういうことでございます。さらにその刑事訴訟法の方に行きますと、この時効の問題ですね、時効がもう完成してるかしてないかという問題ですけれども、刑事訴訟法の250条に当たりますと、
この場合はですね、長期10年未満の懲役または禁錮に当たる罪、まあ、こちらは5年以下ですから、これに該当するということでありまして、これ、まあ、時効は5年だというわけです。そうしますとですね、先ほど、まあ、4年分のそのミス記載があったということですけども、まあ、一番最初のミス記載が、平成、といいますか、2008年ですよね。2008年、合宿交換会の最初の問題が出てきたのは2008年ですが、これはですね、2009年に報告を出されているんでしょうから、まあ、そこから事故がスタートするとなると、2014年、今年の春ぐらいにはもう事故が完成しているというふうに思います。ただ、残りの3年分については、まだ事故は完成していないと、私は推定をいたしております。そうしますとですね、奥様は亡くなられましたけれども、この会計責任者、ないしは後援会の代表に対してですね、この刑事告発ということも場合によってはあり得ると、まだ事故が完成しておりませんのでね、という状況だと、今現在は、そういうふうに思います。ここで問いたいのは、やはり大臣のこの責任問題でございます。まあ、後援会は、全く別な人がやってるわけではありますが、これ大臣の後援会であって、そこのミス記載、誤った記載に対して刑事告発がなされるというようなことがあればですね、その可能性があるということであれば、私は大臣のこの職にかかってくる責任問題ではなかろうかと思うんですが、いかがでしょうか。望月環境大臣。あくまでもこれはですね、ミスということでございまして、我々は県の選管の方にミスの訂正をさせていただきたい。ところが3年、まあ、今時効の話がございましたが、ミス の記載という形でいきますと、3年以上 のそれよりも先のものについては、これは訂正のしようがないということで、まあ、不可能ということになりました。まあ、しかしながら我々はですね、そういう訂正のことには大変遺憾に感じておりますけれども、しかし、人については、まあ、私の家内、まあ、我々も口を酸っぱくして、さまざまな問題で、しっかりとした形でやっていこうというような形で、まあ、全て任せてはおりましたけれども、実質的なものはやっておりましたけれども、まあ、私の家内が35年も私が地方議員の時からずっと支えてきてくれた家内がを信じて、そういうような形のことで不正なお金の使い方はしていないと信じておりますが、どちらに対しましても家内が他界をしてしまっていて、その内容については聞き及ぶことができません。まあ、そして私は後援会の方たちには応援をしていただいておりますが、私が会計責任者で、ないということでございまして、私自身がですね、その責任ということになりますと、これは皆さんもそれぞれ後援会をお持ちの皆さんでございますから、そういったことでさまざま応援していただいている皆さんのですね、期待を担って、この国政でそれぞれの皆さんが重大な仕事をしていただいているということでございまして、そちらについての責任についてはですね、我々は自分自身ではないと思っておりますし、今今後ともですね、何としてもこの国政に送っていただいて以上はその責務を全うしていきたい。特に環境省は今本当に重要な福島の問題、それから東北の問題ございますので、一日も早く皆さんのご協力をいただいて、これを一歩でも進めていきたい、まあ、そういう気持ちで頑張っていきたいと、このように思っております。吉田泉君。ミスだった、任せていた、責任はないというようなお話がございましたが、私はちょっとその大臣としては、この政治資金規正法を守るというこの順法精神に著しく欠けているのではないかというふうに感じたところでございます。この問題はですね、また引き続き
勉強してまいりたいと思いますが、ここで資料請求ということでですね、この何か記者会見でも出てましたけれども、3年以上経ってますけど、この2009年のこの報告書も控えが事務所の方にあったというようなこともございますので、それも含めて、該当する都市のこの後援会の報告書、さらにはこれ、法廷の帳簿が作られて、会計帳簿がですね、備え付けなければならないという帳簿があると思いますから、その帳簿、さらにはこの合宿交換会の案内状とか式次第ですね、そういった関連の資料もですね、委員会の方に提出を願えればと思います。ただいま吉田泉議員から要求のありました資料等の提出につきましては、後日理事会で、協議をいたしたいと存じますので、ご理解いただきたいと思います。はい、吉田泉君。それじゃあちょっと話は戻しますけども、まあ、今回の法律の改正の肝がですね、まあ、30年、以内の県外最終処分ということだということでございます。今日午前中に参考人に